電気カトリは、顔駆除する目的で、有効成分であるピレスロイド系成分を、電気の熱で揮発させる装置である。従来、顔駆除するためには、カトリ線香が広く使われていたが、電気カトリは、有効成分はほぼ同種であるものの持続時間が長く、かつ煙も発生しないという、優れた特徴を持つため、1970年代以降に、広く普及した。 方式は大きく分けて、マット方式と液体方式が存在する。また、マット方式と液体方式の利点を取ったカートリッジ式も存在する。バルサンの広告。左上が、電球加熱式1954年に、中外製薬から発売された、殺虫剤。バルサンは、錠剤タイプの殺虫剤を、スプーンの上に乗せろうそくの火などで加熱して揮発させる。 方式であったが、後に、電球の余熱を利用して加熱できる、バルサンリングも用意された。1963年に、フマキラーが、ベープで電気カトリを商品化する。これは、マット方式であったが、後に、液体方式が開発され、1990年代、以降は、校舎が、主流になる。現在は、日本だけではなく、東、アジアや、 東南アジアなどをはじめとして、可能多い世界各地で広く利用されている。マット方式の電気か取り最初に普及したのがこのマット方式で殺虫成分であるピレスロイドを含振させた繊維質のマットを電気発熱体の上に乗せる構造になっている。電気発熱体が発熱することにより、熱により気化した殺虫成分が揮発する。か取り先行とは異なり、 火を用いないために煙が発生せず無臭で燃えかす処理が不要かつ火事や熱傷の危険が少ないという特徴を持つマット方式の持続時間は半日から1日ほどで工術の液体方式に比べて短いため液体方式が一般的になって以降は使用は次第に減少している一方製品によっては液体方式と比べて 溶媒成分を乗算させない長所を持つ。また小型化しやすい利点があり、最近では携帯性に優れたものや、電池で作動する製品も発売されており、現在も一定程度の需要がある。また珍しいものでは、キャンプで使用される、ランタンのグローブ周りにマットを取り付けて、高熱で揮発させるアタッチメントもある。過去には、 殺虫成分であるピレスロイドを含有するペーストや正方形の錠剤、あらかじめ30日分の薬量を含浸させたカセットを使用するものも発売されていた。これらも抗議にはマット方式に含まれる。液体方式の電気化取り殺虫成分であるピレスロイドを含んだ液薬をボトルに入れボトルの中央部に 毛細管現象を利用した吸収芯を装着し、この芯の上部を電気的に加熱することで殺虫成分を起散させるものである。液体方式を採用することにより有効成分残量に関かかわらず、揮発速度を一定に保つことが可能になり、また、ボトル容量を増やすことにより持続時間を容易に数等以上にすることができる。 実際、現在市場に出ている商品では、蚊が多い夏の一シーズンの間、ボトル一本、内し2本程度の使用で済むものが多く、液薬交換の手間が大きく省かれている。この利便性により、現在は液体方式が主流である。マットも使用できる機種も市販されている。錠剤や樹脂マットの媒体に含んだ殺虫成分を常温で蒸発させ、 本体内蔵の小型の送風機で拡散させるタイプ。電池で送風機を作動させるため、家庭用電源の取れない場所や屋外でも使用が容易なのが特徴。電気の熱で揮発させるわけではないため、厳密には電気カトリには含まれないことになる。第60回、フマキラー世界初の電気式カトリキ、ベープ誕生日は企業を知るには、製品から引く株式。 クイックマネーライフ投資信託株式投資の資産運用応援サイト株式市況株価マネーライフ執筆 QBR 掲載日2008年7月31日製品情報ベープマットセット30枚入りフマキラー2020年6月21日閲覧アースマットマイルドに関するよくあるご質問アースノーマットとの違いは何ですか アース製薬、2020年6月21日閲覧、ありがとうございます。